実は私たち、男の子だったんだぜ。最近の悩みは男性型脱毛症 AGA による生え際の後退。マリサはその帽子で隠してるんだよね。だから言うなって。でも現代には AGA 治療があるからハゲたって大丈夫でしょ。ところがそうでもないんだよ。え、なんだって？確かに AGA 治療をすれば9割以上の確率で髪を生やすことはできるわ。でも AGA 治療には副作用も存在するの。副作用？どんな副作用があるんだ？じゃあ今回は AGA 治療の副作用について解説してあげる。怖いけどよろしくお願いします。AGA 治療で起こりうる代表的な副作用は3つあるわ。3つもあるのか。1つは体毛の増加、2つ目はむくみ、3つ目は性欲の低下よ。お、どれも微妙に嫌な副作用だな。体毛の増加はミノキシジルを服用した場合のみ起こり得るわ。髪はもちろん、腕毛、ヒゲ、すね毛などが若干濃くなってくるの。ヒゲが濃くなるのは勘弁してくれー。男の子にとっては死活問題よね。どのくらい濃くなるんだ？体毛の増加はかなり個人差があるけれど、ほとんどが多少増加したと感じる程度よ。それくらいならまあ大丈夫かも。しかも体毛が濃くなるのは最初の6ヶ月目くらいまで、それ以降はほぼ変化しないわ。一生濃くなるわけじゃないのか、それは安心。ちなみに当チャンネル主キュータの腕毛増加がこちら。なんとなく微妙に変化しているような。これくらいを参考に考えていたらいいわ。ちょっと安心したぜ。二つ目のむくみもミノキシジルを服用した時に起こる副作用よ。むくみは女の子の点滴ね。お前は男だけどな。あんたもだろ。ミノキシジルは毛細血管を広げて血液が末端まで送れるようにする働きがあるの。頭皮に栄養を運ぶには効果的だけど、末端の水分量が増えてむくみを生じることもあるのよ。隅々まで血液が行きすぎるのね。むくみを感じてもほとんどが一時的なので、マッサージなどをすると早く解消するわ。むくみ取りマッサージなら得意だぜ。酒を飲んだ次の日とかよくやってるし、程度としてはまさに酒を飲んだ次の日くらいの感じよ。三つ目の性欲の低下っていうのは？性欲の低下はフィナステリドもしくはジュタステリドを飲んだ時に起こり得るわ。エッチができなくなるのか？そこまで重症な例はほとんど存在しないけど、稀に性欲の低下を訴える人がいたの。なんで AGA 治療で性欲の低下が起こるの？脱毛を促進する DHT はテストステロンよりももっと強力な男性ホルモンなの。その生成を抑制するから性欲も減ると考えられているわ。なるほど。性欲の低下はどのくらいの確率で起こりうるの？臨床試験によると性欲低下が現れたのはわずか 1% 程度という結果が出ているわ。1% なら安心だね。1%、性欲が低下するんだぞ。急に某アメフト漫画を引用してくるな、懐かしくて泣いちゃうだろ。ここからは AGA 治療の副作用に関するよく聞く噂の真相を解説するわ。AGA 治療をすると逆にハゲるとか子供ができなくなるとかいろんな噂があるもんね。そうなのよ。適当な噂を信じて AGA 治療を避けている人が多すぎるの。まずは AGA 治療をすると逆にハゲるという噂について説明するね。たまに聞くけど、そんなことありえるの？結論から言うと、科学的にはまずありえないわ。前回の動画で取り扱った科学的に正しい AGA の改善方法を見れば納得すると思う。やっぱりそうだよね。なんでそんな噂が広まったのかな？おそらく初期脱毛のせいだと思うわ。初期脱毛？初期脱毛は AGA 治療を始めてすぐに起きる症状で、いつもより抜け毛が増えるのよ。え、じゃあ噂は本当じゃん。一時的にはね。でも初期脱毛は今生えている弱い毛を抜き、強い毛に入れ替える現象。つまり AGA 治療がうまくいっている証拠なの。なるほど、生え変わりによる抜け毛なのね。初期脱毛はどれくらい続くの？基本的には1ヶ月未満くらいよ。その後は太くて強い毛がどんどん生えてくるわ。じゃあ子供ができなくなるって噂も嘘？子供ができなくなるという噂は嘘だけど、妊娠中の AGA 治療は気をつけないといけないわ。男性が AGA 治療をしていても妊活にはほぼ影響ないけれど、女性は NG な薬があるの。それがフィナステリドよ。あ、前回やった AGA 治療の一番低価格な薬だ。そう、フィナステリドは女性が飲むとホルモンバランスが崩れてしまい、
妊娠に必要な機能を損なう可能性も示唆されているわ。ええー、それは結構ヤバいんじゃ。そう、女性には絶対に飲ませちゃいけないわ。皮膚からも吸収するから触れるのも NG よ。AGA 治療中の男性諸君は気をつけようね。ちょっと脅かすような内容になっちゃったけど、副作用を過度に心配する必要はないよ。AGA 薬の副作用確率は 1.0% から 5.0% 程度と言われているわ。それでも副作用は起こり得るんだよね。薬である以上は、どんなものにも副作用は存在するの。例えば風邪薬でも眠くなったり、頭が痛くなったりといった副作用が起きるでしょ。確かに花粉症の薬を飲んだ時も同じようなことが起こるね。どんな薬でも一定確率で副作用が起きるから、AGA 治療が特別怖いってわけではないわ。そうか、副作用は日常に潜んでいるんだね。それよりも薄毛を放置しておく方が、よっぽど精神的な病気リスクが高くなるのよ。精神的な病気リスク？第五さんによると、薄毛によるメンタルへの悪影響はかなり重大なものとされており、薄毛を気にするだけでうつ病などの精神疾患や心臓病リスクまで増加するそうよ。心臓病リスクまで、それはかなりヤバいやつ。だから過度に副作用を怖がるよりも、AGA 治療をした方が心の健康には良いと言えるの。リスクを天秤にかけて適切な判断をするのが重要なのね。そういうこと。勉強になったわ、ありがとうマリサ。いえいえ、一緒に髪を取り戻そうね。ではまた。